CM は18日から放映開始。乃木坂46の井上和、梅沢みなみ、遠藤さくら、菅原さつき、佐村真由、与田祐希が、18日に都内にて行われた、ダース新 CM 発表会に登場。発表会後の囲み取材に応じた、どんな時に幸せを感じるか、と聞かれると、遠藤は、帰った時に家が綺麗だと幸せです、と回答。さらに、家が大好きでインドアなんですけど、仕事の前や寝る前に掃除をするのがルーティンで、大好きな家に帰ってきた時に綺麗だと、どれだけ疲れていても疲れが取れます、と続けた。また、井上は、メンバーの川崎さくらちゃんと遊ぶ約束をしたことが幸せでした。さくらちゃんは乃木坂の活動もそうなのですが、私生活でも多忙なので、遊ぶ約束してもいいのかな、って思っていたのですが、誘ったらいいよ、って言ってくれたのが嬉しくて。今からワクワクしています、と笑顔を見せた。18日から放映開始となる CM では、乃木坂46のメンバー12人が、ダース、ミルク、と、白いダース、で6人ずつのチームに分かれ、同様、森の熊さん、のメロディーに乗せてオリジナルの歌詞を歌唱&ダンスする。